マジでのんびり髪の毛あちこち行ったのになんでかぶんねん。かぶるやろそら。プリーズサブスクライブ。皆様おはようございます。 こんにちは、こんばんは。前回の続きからになります。ポコラを作って、では次は、オカンの番外編です。同じのを押して同じのを押せマジでまさかのかぶり。以下同文や。かぶってもらったな。以下同文や。いやほんま行きたくてもう行かれへんから、うん、余計にな。そうそう。まさかのまさかのかぶり、まあ、そのぐらいのおすすめっていうか思い出が、まあ、ただ初めて、うん、さっきもずっと同じことを繰り返しやけど、うん、初めて行ったっていう、これ確か観光として行った1個目やったやろ、うん、まず行ってすぐ、うん、ご飯食べて、そうそう、あのサービスエリアでご飯食べて、道の駅淡路はこれの後、これの後か、うん、あ、じゃあ朝着いて車中泊したやな、してなかったっけ、車中泊はしてない、あの朝一で行って、朝早くに行って、そうそう、であのこう、渋滞に巻き込まれへんようにって言って、もう朝早くに起きて行って、うん、で巻き込まれへんかったから、うん、なんかええことありそうみたいな感じで行った、うん、なんかその1個目の1箇所目やったやろ、うん、ここ、うん、なんかすごい思い入れがある、うん、でこのチャンネルができるきっかけでもあるやん、うんうん、なんかそういうちょっと感慨深さがあるんじゃいな、このまあ、平清盛が中国と貿易しようとしたんかな、うん、で貿易しようとして、で港を作ろうとしてんけど兵庫県のどっかに、うん、でその港を何回も作るけど、あの何回もこう波とかが来て失敗、潰れて失敗するから、あの農民たち何十人か何百人ぐらいをこう、あの人柱として、うん、あの埋めたら成功するんじゃないかってやろうとしたら、あの平清盛が一番可愛がってた松尾丸っていうのが、自分があの人柱になるから、あの他の人たちは全員解放してくれって頼む、うん、で清盛は何回もそれは拒むけど、何回も松尾丸が言うから仕方がないって、泣く泣く松尾丸を人柱にしたら成功して、港が出来上がって中国と貿易ができるようになった、うん、でも清盛はやっぱりその松尾丸を忘れることができへんから、二人で一緒に見て綺麗やなって二人で言ってた、この江島の夕日が見えるところに松尾丸の祠を建てたっていう、うんうん、行った時それ知らんかった。そうやね、その後やね、どんなところなんやろうと思って、うん、あの見たら、あのただ動画でちょっと軽く説明を書こうと思ったら、うん、書こうと思って調べたらそんなことがあって、うわこんなところやったんかと思って、うん、もう一回次あの行って、あのちゃんとこう、うん、手合わせて、ね、手合なしようと思ったその2ヶ月後やんか、うん、あとのこの行った2ヶ月後にの6月やったと思う、うん、に行った、あの淡路島行ったやんか、うん、あのその時も寝てたの、その時にあのあれ地震が起きて、うん、だからそれでその日はもう帰ってきて、うん、サービスエリアでな、うん、さあ出発しようと思って、うん、エンジンかけたらなんかギュッギュッ携帯がギューってなるですから、えっと思ってみたら、大阪で地震ですって言って、うん、ほんでえって見たら、あのスタバの看板がグワーって揺れてて、って思って、私ら車乗ってたから揺れ自体はそんなに、うん、サスペンションも効いてるからな、うん、でもなすっごいグワーって折れて、うん、食べてくのちゃうかいうぐらいグワーになって、うんうん、な外歩いてはった人みんな しゃがんでたもんな、うん、座り込んだりして、でそっから江島が入られへん、うん、危ないから、うん、もうあの渡らすのやめようかってなったみたい。今後解放されんねやろか、うん、分からん、ちょっとそれも願うばかりやな、うん。
杉おとんの番外編は、うちの親と行った和歌山旅行。なんやねん、かぶっとんねん。あんだけあっちこっち行ったのになんでかぶんねん。のんびりコロコロ家族、皆様おはようございます、こんにちは。まあ、なんでこれかって言ったらさ、うちあのこう自営業してたからさ、うん、親がしてたっていうか、まあ、してるから、まあ、してるけどさ、うん、あの子供の時から旅行って親とあんま行ったこと、うん、行った記憶がない、正直、うん、ちっちゃい時に行ってたんかもしれんけど、うん、ほんまに行った記憶がない、うん、あの泊まりでとか、まあ、遠出っていうのでもほとんどがない、うん、釣りに行くってことはあったけど、うん、なんか日帰りでちょっと遠出するっていう、ね、親父とっていうのはあるけど、うん、こうばあちゃんとっていうのはない、うん、だからこうコロスケが来てさ、あの旅行行こうかって言って、どうせええわって言うんやろうなと思ったら行くって言ってくれたからさ、うん、おおほらえこっちゃと思って、これからもほぼ毎年こう和歌山にトレトレビレッジに行くやんか、うん、まあ、そういうのがあってこう、あのうちの親にもええ思い出が、うん、家族旅行の思い出できたんちゃうかなと思ってさ、うん、この犬御殿は、うん、あのちょうど目の前が白良浜やしさ、うん、白良浜はな、あの犬連れてきたらあかんからな、うん、 まあ、ペットを 全般連れてきたらあかんから、うん、ここにあの預けて、でこう白良浜で遊べるっていうのは大きいな、うん、ここをあの愛護協会やったっけ、なんかそうやったと思う、動物愛護協会がやってはるから、うん、そんな高ないしな、なんか営利目的っていうよりやっぱり慈善事業に近い感覚でやってくってはるんやろうという安心感から、泊まるのもな、うん、人間だけやったら泊まったらあかんもんな、そうそう、ワンコが一緒にいないと泊まらせませんやしな、うん、なんか普通のホテルペットかとか言ってても部屋の中で一緒に入れれるけど、その廊下とか抱っことかキャリーバッグにしてくれてるのがほとんどやけど、ここは廊下とかも歩いていいからな、で、あのペットシーツとかところどころに置いてあったり、スプレーもところどころに置いてるから使ってくださいって書いてあったらしいからな、うん、リビング、あの待合のリビングのこうオーシャンビューが綺麗かったわ、うん、そこも行っていいからな、うん、犬食事も良かったっけ、確か、うん、なんか犬のため、なんかほんま犬御殿やな、うん、犬のためのお犬様、ね、お犬様、ただコロスキは人も犬もあかんからギャンギャン吠えるから連れて行かれへんけど迷惑になる。何持ってきた。まあそんな感じでおとんの番外編は、まあ、別にここというわけじゃないですけど、うん、親と一緒に旅行に行ったっていうあれですね。登録お願いします。1位かぶりそうやねんけどな、用意飛んで言うのもありかもしれない。じゃあせーので言ってみます、うん、せーの、武田城跡。やっぱりこれやろな。かぶるやろそら。かぶるやろ。あれよかったもん。道やで。あんなないで、もう一生かけて。まあ、あれで俺死ぬんちゃうかなと思って、帰り落ちて死ぬんちゃうと思って、こんなことあると思って。そりゃそうなるわな。そうなるわ。武田城。はい。やはり二人とも一致の武田城跡でした。だってもう考えるまでもなくこれやったわ。なあ、僕一位はすぐ決まったもん。1位とな、正直番外編はすぐ決まって一緒や。2位3位がまああの武田城跡に
登り難しかったっていうのもあんねんけどさ、満雲海が見れたらラッキーかなーって。でもまあここも結局不発やったからリベンジしたい、リベンジはしたいけど、でもあの道中がしんどい、しんどいよな。バス出てたらいいけどさ、バスあんな早朝から出えへんしさ、タクシーやったらいいけどさ、タクシー待ってへんしさ、あの早朝、予約入れやんの無理やろな、タクシーであの時間に行きたかったら、っていうかあのタクシーで行けるのもあそこの降り場のところまでやろ、うん、そっから先がきつかったんや。正直あそこまではへのかっぱやったんや。こんなんやったら余裕やんとか思ったけど、あそこからの残り 900m がなあ、あそこからがしんどかで、そこ最後とどめの頃や、まだ階段あると思ってなでこんなんなるわなこれ最初さペットバギーで行くとか言うてたけどさ、うん、ペットバギーやったらもっと地獄やったやろな、もっと地獄やろな、捨ててたらこのバギーってなるで下りは怖いやろうしな、うん、最後のあの細いところが無理やったやろ、うんうん、これがな、まあ雲海無理やったな言うてたら、うん、映像でだからやっぱりちょっとちゃんと映ってへんけど、うん、肉眼やったらもうほんまに数えれたもん、7色、うん、あほんまにあるっていう感じでな、うん、なんかセロハンかなんかをちぎって張ってるみたいな、うん、空中に綺麗なごっついでっかいな、なあ普通虹って見上げるやん、うん、見下ろすんやでなあでこの後やってん、うん、あのあのわんこそば食べに行った最初疲れててさわんこそば食えるかとか思ってたらサラそば、あサラそばか、うん、最初サラそばが食えるかって思ってたら水したら食えたな、うん、もう最後しんどかったけどいや余裕や、あれも余裕や思ったんやまあ最初の15皿ぐらいは余裕やったんやあと10皿追加してもええんちゃうかなって思ってたんや密かにでも残り5皿食べ始めてから急にあお腹大きいって思っていや俺はあの山芋やわ、うん、あんたの分の山芋も食うたやん俺、うんあんまり好きじゃないね。でもこの日もそうやったけどさ、ほんまに悪天候に見舞われるな、うん、登んのも下んのも大変やったな、まだ登りはさあのいろんな景色見ながら、うん、あこ、こんな感じかって思って、うん、しかもゆっくりと登っていったからやったけど、うん、下りの時にこんな登ったんかと思ってな無理やと思うよからじゃん、まあこんな感じでうちの第一位はあの竹田城、雲海は見れませんでしたけど虹が見れた竹田城跡がこの2年間で第1位の旅行になりました。次回も見に来ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録してもらえると元気が出ます。またね。